電子線、マイクロアナライザ電子線、マイクロアナライザ電子線、マイクロアナライザまたは、電子プローブ微小分析器。略称 EPMA とは、電子線を対象物に照射することにより発生する特性。X 線の波長と強度から、構成元素を分する電子マイクロプローブ、エンプ装置の一つである。二次電子像や、 反射電子像による観察が主体の電子顕微鏡に特性 X 線検出器としてエネルギー分散型 X 線分析を付加したもの、分析用の EM や TEM、XMA などと比較して EPMA は元素分析を主体としたものであり、特性 X 線検出器に波長分散型 X 線分析を用いるために定量精度は良いが検出効率が悪く、 より高い照射電流を必要とする。10から30立方マイクロメータの資料があれば、酵素からプルトニウムまで100を加減とする検出感度で、定量的に分析できる。EPMA の開発は、蛍光 X 線分光器の分析技術に密接に、関連したものが先行した。この技術は1923年に、ゲオルクドヘベシーによって、最初に提案されたが、それ以降は、 他の研究者によってそれほどの年数は採用されなかった。1944年にミットは電子顕微鏡と電子エネルギー損失分光系イールズを結合して電子マイクロプローブを確立した。電子エネルギー損失分光系は軽元素分析に非常に適していて、それにより CKα 核、NKα および OKα、OK、核の 核電子核から放出のスペクトルを得た。1947年に、ヒラーは分析用の特性 X 線を発生させるために、電子ビームを使うアイデアの特許を取得したれども、作業モデルを組むことはなかった。彼のデザインでは、特定の X 線波長を選別する、結晶板と検出器としての写真の観光板から、ブラック反射解説を用いることを提案した。 1948年から1950年にによって監修されたは、パリ大学で最初の電子マイクロプローブ、マイケロサンドエリクトロニーク、不都合を確立した。このマイクロプローブは10ナノアンペアのビーム電流によって1から3マイクロメートルの電子ビーム系を生じ、サンプルから発生した X 線を検出するために、ガイガーカウンターを使用した。しかし、 ガイガーカウンタでは元素ごとに発生する特性、X 線を区別することができず、それで1950年には波長の識別を可能とするために、キャスティングが水晶をサンプルと検出器の間に追加した。ビームインパクトのポイントを見るために、彼はまた光学顕微鏡を追加した。その結果として、吸収と傾向の影響に関するマトリックス補正ために、理論的な枠組みが確立されて、 電子マイクロプローブはキャスティングの1951年の博士号論文の主題として記述された。この論文で彼は電子マイクロプローブによる定量的な分析の理論の基礎と応用を固めた。キャスティング1921年から1999年は電子微小分析の父と考えられる。キャンカ者 フランスは1956年に最初の商業用の電子マイクロプローブ MS85 を生み出した。それは他社によってすぐに多くの電子マイクロプローブが発売されることになったが、キャンカと GL と島津製作所以外は撤退した。そしてまた多くの研究者が電子線、マイクロプローブを彼らの研究室に導入している。マイクロプローブへの重要なその後の改良と、 部分修正には、X 線マップ、マッピング分析を得るための操作電子線、1960年、半導体式検出器、EDS の負荷、1968年、及び、軽減素の分析のために構成多層解説結晶の開発、1984年が含まれた。近年では、小型化が進む。 電子ビームをサンプルに照射すると照射された電子とサンプルを構成する原子の相互作用により元素に固有の X 線が発生する。その X 線を検出することでサンプル表面の蘇生を知ることができる。水平方向の空間分解能は従来は1マイクロメートル程度であったが、電解放出型の電子銃を用いることで100から、 200ナノメートルの空間分解能を実現している装置もある。低エネルギーの電子はタングステンフィラメントまたは六方カランタノイド結晶陰極から生み出されて3から3万電子ボルトのせいに帯電している陽極によって加速される。陽極は中央部にアパーチャを有していてそれを通過する電子線は平行にされアパーチャに一連する次回レンズによって 焦点を合わせることができる。その結果生じる電子ビーム、おおよそ五ナノメートルから十マイクロメートルの直径は、サンプルを横断操作、マッピングするか、あるいはサンプルから様々な効果をジャッキさせるためにスポットモードを使うこともできる。この様々な効果とは、すなわちフォノン冷気、熱、陰極線ルメネセンス、可視光線傾向、連続 X 線放射、静動放射、 特性 X 線放射、二次電子発生、プラズモン発生、反射電子発生、および王子電子発生である。特性 X 線は、化学分析のために用いられる。特定すべき、X 線波長は、波長分散型 X 線分光器 WDS、またはエネルギー分散型 X 線分光器 EDS により選択的にカウントされる。関心のある。 X 線波長を選び、それらをガスフロー型、または封入型の比例検出器に向けるために、WDS は分光結晶によるブラック解説を利用している。対照的にサンプルから発生した全波長の X 線を蓄積するために、EDS は固形半導体を使う。EDS が一般的により短いカウント時間でより多くの情報を与える一方で、 WDS はその優れた X 線ピーク解像度のゆえに、それ以上に精度の高い技法である。科学組成は基地の構成による強度、標準強度とサンプル物質に由来の特性 X 線強度とを比較することによって決定される。結果として生じている科学的情報はサンプルの表面組織のコンテクストの中で収集される。鉱物性の粒、または 金属などの素材、領域中の化学組成におけるバリエーションはすぐに決定することができる。化学的情報、X 線発生量が収集される分量は0.3から3立方マイクロメーターである。この技術は一般的に金属、合金、セラミック、およびガラスの化学組成を分析するために使われる。それは特に数マイクロメートルから数ミリメートルまでの スケールについて、個別粒子、または結晶粒の組成と化学変化を評価するのに有益である。電子マイクロプローブは研究、製品の品質管理や不良解析のために広く使われる。この技術は最も一般的に鉱物学者と岩石学者によって使われる。ほとんどの岩石は小さな鉱物性の粒子の集合体である。これらの粒子には、 その形成とその後の変化の間に取り込まれた科学的情報を保存していると推定される。この情報は結晶化、石化作用、火山活動、変成作用、作り山運動、プレートテクトニクスのような地質作用を明らかにするだろう。この技術は地球外の岩石、すなわち隕石の研究のためにも使われて、惑星、小惑星、および彗星の進化を理解することに、 不可欠な科学のデータを提供する。鉱物の中心、結晶核としても知られるからエッジ、または周焉までの元素素性の変化は、温度、圧力、および周囲の媒介物の化学作用を含めて、結晶形成の履歴についての情報を与え得る。例えば、水晶は少ないが、測定可能なチタン含有量を温度、圧力の作用として、 それらの構造中に混入しているし、またそれは結晶形成の履歴情報を得る環境として有効なチタン含有量でもある。結晶の成長に伴うこれらのパラメータの変化はチタンによって記録されている。バージェス結岩などの保存された化石の中で有機体の南部は例外的に保存されるかもしれない。これらの化石がしばしば二次元的な白膜に圧縮されるので、 どの機能が何であったかを推定することは難しいかもしれない。著名な例は、オパビニアの三角形の突出した部分、ヒレ上部のそれである、それは足であるかまたは消化器官の拡張であるかのいずれかと解釈された。マッピングによる元素分析では2番目の解釈を指示して、彼らが消化器官に同様な混合物を持っていたことを示した。炭素膜の薄い性質のため、 低電圧しか、そのような資料に使用ができない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。